ダストです。ヤクモです。しずくです。本日はこちら、魔法拳銃デラックスウィザーソードガン、イエーイ。こちらを紹介していきたいと思います。こちらは、こちらリサイクルショップで、800円で今回購入しました。動作 OK ということで書いてあるので、まあどこまでこの800円が動くかちょっとやってみたいと思います。で、商品は多分全部揃ってるっぽいですね。ランドのリングやらこの辺のリング2つちゃんとついてますので、これちょっと試していきます。じゃあ早速袋を開けていきたいと思います。チャ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 。そう、これね、はい、中開けてみました。ですね、まあ、状態はそうですね、まあ、多少擦り傷がある程度なのでそんなに悪くなさそうですね。で、リングもちゃんとこのバイザーというんですかね、サングラスも動きますし、状態はそんなに悪くなさそうですね。で、こちらちなみにウィザーソードガンは仮面ライダーウィザードが使う武器で、なんか鉄砲にもなるし剣にもなるしっていうような武器になってますね。よし、じゃあ早速電池入れて動作ちゃんと動くかどうか確認してみたいと思います。で、使うのはこちら単4、3本こちら使うみたいですね。で、電池入れるところが2箇所あるみたいで、あ、ここかな、ここの部分とこの持ち手のこの部分2箇所ですね。で、蓋はネジ止めです。ちゃっ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 、開けるとこんな感じですね。この手の部分に1本で、持ち手の部分が2本ですね。じゃあ入れるよ。こうかな。よし、あ、ネジもちゃんと閉まる。はい、こちらネジ、あ、ネジじゃない、蓋閉め終わりました。ちゃんと動くかな。これちなみに800円で箱なしなんですけど、探せば箱ありで500円ぐらいからあるみたいですね。だからまあもうちょっと安く買えたかもしれないですけどね。まあとりあえずこれで買っちゃったんで試します。じゃあ鳴るかな。まずいくよ。このここがスイッチですね。お願いします。おお、鳴ったね。白。うん。じゃあまずちょっと剣モードなので、剣モードから試してみたいかなと思います。で、ここトリガーなのでトリガーを押すと音が鳴るはず。おお。おお。はい。来た来た。おお、これ押すたびですね、この LED の色が変わるんですけど。ちゃんと変わってるよ。ほら、やってみ。おお。音も2種類かな。交互になってるね。すげえ、ちゃんとなってる。次じゃあ、ガンモード。ガンモードはここ。ここを押します、ね、そうそうそう、ここ。ここと、あれ？ここで？あ、ここか。ここで、スイッチがあるので、これをまず押して、おう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 。で、こっち。あ、鳴った鳴った。じゃあ押してみるよ。おう、音も変わってる。あ、発光も違う。しーちゃんやってみ。あ、なるね。オッケーオッケー。まず基本動作は問題なし。かっこいいね。ね。じゃあ次、手の動き。ここね。親指引っ張ると開くはず。おぉ。おぉ。オッケーだね。うん。うん。閉まるときは、あれだね、親指だけじゃ。あ、はぁはぁはぁ。閉まるときは、わかった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 。ちょっと切ろう。閉めるときは親指だけじゃ閉まんないんで、この手、指、とこの4本の方ですね。
こっちで閉めないと閉まんないみたいですけど、開くときは親指で開くみたいですね。よし、じゃあちょっとリング試していこうか。じゃあどっちから行く？ハリケーンとランド。しーちゃんか。ランドにしよっか。おー、割れちゃったよ。どうする、どうする？ランド。ランドでいい？よし、じゃあランドから試してみます。やってみるよ。じゃあそうだね。よし、じゃあよし、ヤクも指輪はめてみて。うん、じゃあどんどんいくよ。これ指開くと待機モードになりますので、そうそう、でそこで握手するように、そうそう、手当ててもらうとまたこう待機音になって、トリガー引くと必殺技が出るっていうようなものになりますので、いきます。開くよ。はい。いくよ。はい。お、鳴ったね。じいちゃんもやった。やる。じゃあじいちゃんこの台風かなの時にやりますので。じゃあまずランドの次剣モードでもやってみたいと思います。よっ、じゃあいくよ。はい、行くよ。はい、握手。いいよ。押します。うんうんうん、ちゃんとなるね、うん、よし。じゃあシューティングでシュラッシュ、そうだね、シューティングとスラッシュ、音2種類あるみたいですね。じゃあ次これタイフン、しーちゃん行こうか。じゃあ場所変わって行きます。じゃあしーちゃんこれ指、うん、ここが光るところなんだね。うん、トトブラン、しーちゃんにはちっちゃいかな。よし、シュポン、ブカ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 、まあいいか。じゃあガンモードから試してみますね。はい、次アクセスして、いきます。うん、いい感じ。次じゃあ、ソードモードですね。いきます。はい、待って、はい、はい、はい、うん、問題なく遊べるね。ちゃんと動きます、いい感じ、うん、じゃあ、次この2つのリーニング、そしてランドとハリケーン、そう、ベルトでちょっと音を確認していきたいと思います。じゃあベルト、よし、じゃあ定位置戻ろっか。うん、はい、はい、じゃあランドから試してみたいと思います。じゃあヤクもやって。よし、ちゃんちゃん、いいよ。はい、ちょっと待ってよ。力で動いた。力で。おお、かっこいい。なかなか。じゃあ体験やろうか。じゃあ行くよ。あとでもさあってよかったね。あれがあってよかったね。ドライバーを。あ、ドライバーをね。うん。あとドライブ。はい、よし、チャンチャンチャン、テイブ、リーズ、
うん、ちゃんと鳴るね。オッケーオッケー。よし。じゃあ次は、これ。こちらで、その他のリングが、ちゃんと音鳴るか試していきたいと思います。まずどっちからいく？ああ、間違えちゃった。あ、まあ、いいか、ガンモードで。よし。今ちょうど、ヤクモが話題に出してたこれね。ドライバーオンのリング。あってよかった。そう、これもね、出会えなくてね、なかなか、そう、ちょっとかなりボロボロなんですけど、50円で、この間見つけて。安いの？うん、買ってきました。で、ベルトで音もちゃんと鳴ったんで、遊んでます。じゃあ、これから、このウィザーソードガンで、音が鳴るか試していきたいと思います。よっ。やったよ。いくよ。おお、なるね。ドライバーオンだね。ましたでしょ。ん？それでこれを買い立ちましたでしょ。そうそう、これついてきたからね、これに。じゃあ次、ドラゴンのタイプ。あ、まずあれか。ノーマルの火のタイプからちょっと行こうか。うん、ドラゴンね。そうそう、ドラゴンじゃない方。で、こちら。ヒヒヒヒ。キュイン。よ。ヒヒヒヒ。うん。あ、なるね。じゃあ次、ドラゴンもちゃんと識別してくれるのか。ボーボーかな。おお。おお。おお、ギャオーだって。最後、ドラゴンの声がした。じゃあ最後、これ、電王。これもちゃんと鳴るのかな。いいじゃん。シューティングストライク言わない。言わないね。電王だ。これちなみに、これも貸し立てましたって言ってもいい？いいよ、じゃあ言ってみ。これも貸して買ってきましたあ、イエーイ、買ってきましたね。これも当たったよね。これも、ね、買ってきました。買ってきましたね。あとちょっと、じゃあ最後にオーズ。これ、この電音と音一緒かなと思って。うん、ね、まあ、ベルトにライダーライダーライダー。うん、オーズ。あ、シューティングストライク一緒だね。うん、うん、最初のオーズと念王が違うぐらいだね。うん、名前はね。うん、はい、本日は魔法拳銃デラックスウィザーソードガン800円で買ったやつどうなるかを試してみましたね。しっかり動いたからね、よかったです。安く遊べるかなっていうところで、 あの手軽に遊べるものだと思うので、もしちょっとこうなんか仮面ライダーの武器とかで手軽に遊びたいなっていう方はいいかなと思います。結構まあ安いんで、今。まあぜひ試してみていただければと思います。では、次の動画でお会いしましょう。ダストでした。ヤクモでした。しずくでした。バイバーイ。